皆さんご一緒に、こんにちは、小林幸子は YouTuber。 ありがとうございましたYouTuber 版始まりました。大変なことが起きております。何が大変なの？これ今僕手元に持っているのは、以前この YouTube でも紹介した幸子さんのポケモンカード M 幸子 EX。 これ前回紹介した時160万と値がついてると言いました。そうだ、160、あー、うん、それのこちらとりあえず、まあ、そんな羨ましくないティッシュかなんかででもなんか指紋つけたらちょっともうもうこれでしょ。はい、前回紹介したら約1年が経ちました。1年経った。ちょっとこの間僕ふと調べてみたんですよ。そしたらなんと現在ですね、相場190万円に上がっております。うそー、このカード1枚190万円です。190万なのかな。はい、もうちょっと大きなケースにしてなんでそんなに上がるの。ただカードだよ。確証はないんですけども、ネットの情報によりますと、やはり希少価値がどん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 上がっているプラス、きれいに保管されている状態のものというのが少ないらしいんですよ。そもそもそのカード自体が少ないのに、きれいに保管されているのがさらに少ないということで、あ、そう、だから状態がきれいであれば190万円だそうです。190万円。だから幸子さん今お手元に190万円で札を持ってるんですよ。いや、懐じゃなくて、ちょっと今日部長がなんか売る前に幸子さんに教えてあげないといけなくて。いや、売る前ってどういうこと。ちょっといらっしゃい。あとこれどこに保管してたの、私知らなかったまだこんなん言えてるのか知らなかったし、なんで。ああ、仕事で。そうじゃない、そうじゃないそうじゃないでしょ。遺産ですからね。遺産だって殺さないでね、私しかも、さっさん、もっと言うと、はい、その裏面にある鈴木さん、鈴木さん、そちらはですね、今ネットによると35万円これが、はい、なので、幸子さん、今その手元に225万円持ってるんです。これさ、なんかやっぱり何だか分かんないけど、これだからそうじゃなくて、そうじゃなくてそうじゃなくて、ヤマ、これあんたどうしようとしてる、これいろんな悪だくみを考えてちょっと今日残念なお知らせがあって、なに幸子さん部長の動向ばかり気にしていますけども、はいはい、実はこの企画やるにあたって、三上さんにお値段を教えたところ、三上さんが LINE で売っちゃいますかバカなこと言ってないよ、もう本当にその LINE がこちら、三上さんに売っちゃいますかという一言が来ましたしかし、あ、そうか、売ってさ、ほんで みんなでさ、どっか海外かなんか行かないだって、賛成売らないよ賛成いや、でもそれで今225万円がすごいわ、ついております。こんななっちゃったんだ。でも、なんか思い出としてね、こんな風になっていくが、これがどん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 なんかもう本当にマイナスの金額になるのは、それも悲しいけど、まあこれはこれで嬉しいよね。どうしておくのが一番正しいんですかね。正しい、いや、もしかしたらコレクターの方から、はい、ザストプロモーション問い合わせメールに300万円で売ってください。どうする山、売ります。はいや、はいや、ダメよ、そういうの。やっぱこれ思い出の記念です。私がポケモンの主題歌も歌ったし、こういう歌も歌ったし、ユニット組んでやったって、かね、私がいなくなった時にこれをほら思い出していただければって、殺さないでよ、本当にでもなんかもう後ろのあの銀の盾の隣に飾ってもいいレベルかもしれない。これいいかもしれないよ、これね。だけど片方しか飾れないんですよ、片面しか。200万円になるまでちょっとずっと待ってようかなって、違う、切りのいいとかでそういう問題じゃない。190万、30万上がってるんで、200万なんてもしかしたらもう1ヶ月後2ヶ月後にはポーンっていっちゃうと思う。でもこれは売ることはやってはいけません。これはまあ思い出として私の宝物です。
まあ、そういう体ということで。じゃあそんなこと言わない。そしてですね、今でもネットで幸子さんのお名前で検索すると、風と一緒にあの曲がすごいいい曲だとか、久々に聴いてるとか、本当に改めて泣けるとかっていうコメントがちらほらあるんですよ。いやでもよく言われますもん、私。大体まあ20代後半、30代の人たちが子供の頃からずっと幸子さんの歌で励まされましたってから、え？かって言ったら、いや違うって。うん、やっぱり風と一緒にだって、あの歌でもいい歌ですよ、すごく。いや、いい歌だと思います。当時 のお子さんだった、ジュリちゃん。ジュリちゃん僕ちょっと気になって今何してるんだろうなと思って調べたら、歌った後に、芸能活動されていて、はいはい、今はですね、ご結婚されて、海外の方に住んでるんですかね。私ね、ずっと前にジュリちゃんがね、楽屋に来てくれたことがあった、ジュリです、覚えてますか。ジュリちゃんとポケモン一緒、ジュリちゃん、はい、もう身長、私大きくてモデルさんみたい、ものすごい綺麗なお嬢さんになってて、あらそうなのって言ったのがでもずいぶん前ですけど、そっか、海外行ってるんだ、ジュリちゃん。へえ、ジュリちゃん見てる。そうです、はい、ユーチューバーバーです、はい。どういう一番最初の時35歳。だってだって私がポケモンの歌一緒に歌った時がいくつだか、4歳だか5歳だかだったの。そこからだから30年近く経ったね。そういうことだわね。間違えました。4歳と6年生。確かに4歳だよ。6年生？そんな経つの早いんだね。インスタグラムが出てきました。もうほんと？これも共振じゃしかない。違う曲になっちゃってるんじゃない。ジュリちゃん追いかける。いやいや、でもなんかね、もし日本にいらっしゃったらなんか会いたいね。再会みたいな、もうやりたいですね。なんとも言えない可愛い声なのよ、ジュリちゃんの声。綺麗。あ、そうそうそう、背が高くてね、そう、すっごい綺麗な子にね、成長したんでびっくりしたことあったんですよ。これ部長好みじゃないですか。そういう話じゃやめる。リアルだから。リアルだから。はい、ということで今日はちょっと、はい、幸子さんにご報告で大変なことが起きるということで。びっくりしました。はい、190万円のカード、これからね、ちょっと子供の皆さん、こちらですよ、ポケモンカードここにありますよ。どこにあるかは教えな。子供の皆さん、でも本当に金庫に入れて厳重に保管していただいて、はい、そう、金庫のね、暗証番号はねだったということで、皆さんもポケモン大好きな人がたくさん います。でもそういう悪いことはしちゃいけません。でもこういったね、記念のものをね、ずっと思い出として持っていただけたらいいなと思います。でもこれはあげません。登録してください。そして何やってんの。一番いいところでくしゃみはないでしょ。もうひどいね。これが監督だからね、うちのね、この YouTube 版監督だからね。監督上手では、じゃあまたねー。